はい、ありがとうございました。続きまして、菊池志郎ですね。坂本君。はい、急いでください。前にどうぞ。はい、これ、今からですね、一人ずれ、単独演舞を行います。はい、どうぞ始めてください。はい、ありがとうございました。続きまして、熊本東高少年団の、長谷部健司と、同じく、おじいちゃんとお孫さんで、演舞をやります。お願いします。次は大学生で熊本大学市川さんと小山さんお願いします。Thank you.
はい、ありがとうございました。続きまして平成スポーツ少年団の、猪俣兄弟の演舞をやります。どうぞお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、熊本大津スポーツ少年団の、野田兄弟お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、平成スポーツ少年団の、根本君、松崎君お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、はい、ありがとうございました。続きまして、ミクネスポーツ少年団の、中島さんと尾形さんの役です。お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、単独演舞で、東海大学九州の、細野健司お願いします。
はい、ありがとうございました。最後に、組演舞で、熊本大学、河内健司と塚本健司で組演舞を行います。お願いします。ありがとうございました。整列してください。整列してください。はい、小学生から中学生、そして、大学生、またはあの大人までですね、幅広く、少林寺拳法を修行できます。年代に応じた修行ができます。詳しくは、熊本県少林寺拳法連盟の、ホームページを見ていただきたいと思います。毎年出てます。また来年も、ぜひ披露させていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。よし、レイ、ありがとうございました。